ただ早いだけじゃない。攻撃に映る気配が全く読めませんでした。ああ、昨日時も同じだ。どうなってやがる。この目で見ても名を奴が行動したという実感がつかめ、貴様に何が起こったのだ。かかると往生際が悪いぞ孫悟空。貴様はすでに敗北したのだ。 ただことじゃないの。反応の速さ、動きの正確さ、ギュッとしちまったんだ悟空。うん、このジャスティスフラッシュ。 どっちが優勢なんだろうね。まだわからないな。だが圧倒的だった力の差を孫悟空が一瞬で飛び越えたのだ。確かだ。そして今この瞬間にも戦いながら進化している。弾かれるたびに速く鋭く大いじめ境地に与えている。信じられない。ジレンにここまで追い迫る者がいるとは。 ありえん。あってはならんことだ。おお、悟空いきなり強くなったね。おお、悟空いきなりすごくなったね。なんでなんで、どうしてどうして。もしかしたら、もしかしたら、土星さんにとっても素晴らしいことが起こってるかもしれませんよ。何かご存知なんですか。はい、 もしかしたらですな。